魔人剣って英語にしたら何なんだろう。魔人、デビル、デビルがデビル、デビルマン、デビルマンパンチか。デビルマンパンチ。デビルマンパンチ。ダッセ。デビルマンパンチ。いや、ダッセ。みんなが誰もが知ってる一撃のロマン技。ロマン技っていうのは何発も打つもんじゃない。そう思ってませんか？そんなことないから。ポケモンとかで地割れとか絶対レート、絶対レート、絶対レート、一撃技を。ごめん、今ちょっと普通にジャックやっちゃったから、ちょっとこれ、ちょっと罰としてこれちょっとやるわ。もうごめんなさい。もうしません。もう僕、魔人剣以外しません。魔人剣以外打たないって、ちょっと心に誓うわ。ちょっと、コマンドとか変えればよかったな。もう魔人剣オンリーにしてればよかった。そう、さっきも言ったけど、ポケモンみたいなあれもね、ロマン技って何度も振って当たるもんで、それも同じなんですよ。ポケモンじゃねえわ。スマブラでも同じことで、魔人剣っていうのは何度も言っても、おっと！魔人剣教か？魔人剣教か？俺にも、俺以外にもいた。俺以外にもいたな、これは。当たってしまっている！これ見てください。このシャドウモセストーンのような、微妙なステージでも！アーマーの力だ、これが。甘く見たな、魔人剣を。俺はこの名前、デビルマンパンチの名前の補正で、火力が1.25倍になっている。最高だろ。うわ、生きている。耐久力も実は上がっている。耐久力1.25倍、火力1.25倍の魔人剣を食らえ！ いやー、隙がないですね。魔人剣って実は隙がないんじゃないか。ロマン技で隙がない。もう、なんだろう、魔人剣のもうフレームをいっそもう2フレームとかにしていいんじゃないかな、これね。 アイテムとかはぜひ取っていきたいけど、もう魔人剣のせいで取れないっていうね。あー、すごい。ま、すごいな。魔人の力を生かしすぎてやばいわ、マジに。ちょっとさすがに、おいおいおい、伝染しちゃってるじゃねえか、完全に。ごめんな、ちょっと。今回は魔人剣の強さに気づかされる、そんな回になる。待ってくれ。くそ！お前何をこそばなんて振ってんだ。これですよ。待って。逆さになってやがるぜ。逆さになってるってことは、裏手魔人剣もややこしいよ。どっちに避けていいかわからない恐怖。味わえ！俺が逆だった。こっち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 。ざらー。何？受け身取ったあいつ。魔人剣で雪見当たった。天才じゃん。魔人剣で雪見当たるとは天才じゃねえか。まずだ。降りてくるよ、魔人剣。裏手。基本裏手オンリーだぜ。裏手オンリーの。ここまで来るともう近づきにくいと思わない。一周回って。あぶね。これ取りてえな。壊せ。くそ。偽のやつが近くにあってマジでリスク高い。だ。何？生きてるぞ俺は。く。おぶれー。本物の位置がちょっとやりづらいな。デビルマンパンチをこれにかましてー。なんかいいの出るかな。いいの、待機してみる。待機してみる。待機してみる。あー、回復アイテム。所詮回復アイテム程度なんていらねえ。これまさかの直前に光ったのは私、ミーなので、これは完全に1回戦進出してしまった。いいんですか、これ。魔人剣オンリーですよ。魔人剣オンリーで。こんなに圧倒的に勝っちゃっていいんですか？いいんです。魔人剣をロマン技っていうこの概念からぶっ壊していけ。思ったんだけど、これ対マンで魔人剣でどうやって当てんの？いや、視聴者は聞きたいよね。どうする、このデビルマンパンチの名にふさわしい何かパンチを当てれる。いいよ、復帰阻止ないってコースだけでもいい。なんか工夫しろ。なんか工夫しろ。魔人剣を当てれる。なんかそれ工夫を。耐えろ、耐えるんだ。粘れ。魔人剣を打つことが大事。魔人剣さえ打てば、いつか報われるんだよ。魔人剣っていうのは、そう、報われなきゃいけないものなのさ。そう。そういうもんでしょ、魔人剣って。ねえ、そういうもんじゃない。教えてもらったよね。義務教育でも習うんですよ、そういうのは。おっと。これはシールドを生かしていきたいけど、ちょっと、まだだ。私は諦めない。私は諦めない。魔人剣の道を。魔人剣道を歩み続ける男。参戦しちゃう。これは。おっと。クソ、冷静に捕まえてるな。ジョーカー相手にやるのか？ちょっとヒヤッとしたじゃないか。これも魔人剣一発当てたら勝ちにいいんじゃねえかっていうぐらいね。もう魔人剣の圧なんですよ、要は。こういうギミックとかも含めたら、意外と予想できないもんで。試合ってのは予想できないもんだった。よー、マジ、マジか。クソ、どうする？下がってやり過ごすか？下がってやり過ごそう。掴んでみろよ。掴んでみたところで、無理だ。あ、すげえ。おっ、この距離は大丈夫。任せろ。よし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 。魔人剣！くっそ！当てろ！当てるんだよ！意地でもよ！だけなんだよ。おい。
お前もいい加減諦めろ、諦めて当たりやがれ、俺の魔人剣に挑戦してみろ。お前もなんかのままじゃねえや、お前のままじゃねえな。あーごめん、10秒間棒立ちします。45秒まで棒立ちします。45秒まで棒立ちした結果、アイテム出ちゃった、はい取っちゃった、これどうしよう。投げてからの心理戦魔人剣、くそ心理戦魔人剣失敗。お来た来た、裏手当たれ、くっくー、あああきらお前だけの魔人剣で倒す、よーしプラス1、実質優勝じゃ。今の感覚を忘れないようにね。どの感覚だよ。魔人剣のロマンを見せるのにはまだちょっと足りないんじゃねえか。視聴者はもうお腹いっぱいだ、もう俺がお腹空いてるんだよな。そうデビルだから、デビルは全てを食らい尽くす、そう魔王のくせに。ただ待ってついただけで勝手にデビルにされちゃったれたマリッガーノンドロフ、かわいそうですね本当に。おっとアーマー対ヤマ対決かい、アーマー対ヤマ対決か、これ裏手魔人剣の打ちどころさん、いくぜ。くっダメか、まだ甘いか、まだ甘いか、当てる、うわ、まずは一発牽制に、これもあげるぜ、あれに魔人剣、うわそんなピタゴラスイッチあるか、あのバサランに魔人剣を当てれば理想なんだけど、これ帰ってこねえかな、帰ってこないか、行くぜ、ここか、ここ行くぜ、くっそダメか、当てればすごい調子よかった、うわーやばいやばい、あぶれ、あすげえ、なんか帰ってきた、帰ってきたらすごい成長して帰ってきた、成長して帰ってきたけどすごい犠牲がひどい、うわーもうストーンマンめやってくれじゃねえか、うわっ裏当てよ、あいや死ぬやつじゃないですかこれ、あちょしししししし、おっ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 、あーちょちょっとやったやった、とった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 でございます、よしとった取っただけででかい、おいカービィに全部座れてんぞ俺カービィにそんなに座れるかな、アシストフィギュアが何にも1ミリも役に立っていない、1ミリも役に立ってないな本当にマジで本当に悲しい現状を感じざるを得ない。ちょっとおー連続点になった、なんで俺攻撃当てた覚えないんだけど、魔人剣だって魔人剣しかねえからさ、当てた覚えないんだよな、当てたい、倒して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 、うっよし来た、よし来た、どうするどうする、撃っちゃおう撃っちゃおう撃っちゃおう、ボッシューとあるよこれ、まだあるよ、ちょっと切り札をデビルマンパンチとしてカウントしていいのかちょっと微妙なところではあるけど、いいんです、あクソ致死エフェクトの無駄遣いしやがって、こいつめやってくれじゃねえか、おおうん、うわ手に行くというその強い意志を感じろ、よし裏手魔人剣のチャンス、あクソ、あのアシストフィギュアを予想してもうワンパンする気持ちでいくしかない、おいそれは無理やて、それは無理やて、なんかもうずるくないかあれ、ずるいとしか言いようがない、ふっあ結局ストーンにやられるのか俺は、ストーンにふんふんうん、くそストーンに分かる前にストーンに負けた男、全員サロンです、あるぞあるぞ、おい奇跡起きるぞこれ、もしあるかもしれない、この魔人剣の圧に恐れて一周回って狙ってくの施設サドンデス制したらこれはもう実質優勝で、おお優勝優勝、そんな形でくる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 